はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライツの非常に年代物のオールドレンズですね。コレクションとしても価値がある、ライツクセノンの 50mmF1.5 という非常に明るいレンズになっております。シリアルが288193ですので、1936年のドイツ製クセノンということになっておりますね。まあ、ライツがですね、この当時同じドイツのシュナイダーというですね、会社から OEM で供給を受けていたレンズになっておりますね。スーパーアンギロンとかと同じですね。はい。でもって、こちらにテーラー・ホブソンというですね、名も入ってるんですけれども、このクセノンというレンズのですね、構成が当時はですね、このテーラー・ホブソン社の特許だったらしいんですね。なんで、このクセノンのですね、この前期タイプだけなんですけれども、このテーラー・ホブソン名が入っている非常に珍しい個体となっておりますので、ぜひぜひお早めにチェックしてくださいませ。はい。でもっとこのクセノンというレンズなんですけれども、オールドレンズとして非常に人気のあるですね、ライカのズマリットの前身モデルというふうなことになっておりまして、このズマリットと同じようにですね、背景がぐるぐるボケになったり、非常にノスタルジックな写りを楽しむことのできるレンズとして大変人気がありますので、ぜひお早めにチェックしてみてください。はい、では外観から見ていきたいと思います。ご覧いただいてます通りですね、まあ、年代物のレンズとしては非常に綺麗な状態と言っていいと思いますね。はい、こうフロントから見ても目につくすれ当たりへこみとか、使用感と使用感という使用感、経年感見えないですね。こういう滑り止めのローレットもですね、この摩耗とか見えないですね。マウントは L39 マウント、バルナックライカ用のマウントになるんですけれども、そのマウント部分擦れとか摩耗とかないですね。まあ、バルナックライカこういう感じのですね、はい、カメラにご使用いただけるわけなんですけれども、まあ、もちろんこのバルナック用だけじゃなくて、こういった LM アダプターというですね、アダプターをご使用いただけましたら、ライカの M 型のボディにも使用いただけますし、現役のですね、ライカ M9、M10 といったデジタル M 型ボディにもご使用いただけますし、ソニーの α シリーズですね、α7 とか、ニコの Z シリーズなんかのミラーレス一眼にもご使用いただけるモデルとなっております。はい、でレンズの状態ですけれども、ご覧いただいてます通り、前玉後玉ともに擦れ傷、ひっかき傷、ガリガリといった傷も見当たらずに非常に綺麗な状態ですね。こうライトで透かしてみても綺麗ですね。曇りカビ、バルサミ切れなんかも見えないですね。ちりほこりの混入とか、ゴミも入ってませんので、まあ、多少のですね、まあ、現代レンズの新品とは違いますので、多少の擦れとか、まあ、この当時のですね、ガラスすごく傷がつきやすいんですね。柔らかい素材でガラスできておりますので、こうグリグリ布とかで拭いちゃったりすると傷とかつきやすいんですけれども、この個体はすごい綺麗ですよね。はい、画質に影響するような瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。でこの絞りの動きもこう多少ですね、もうフリーレンズなんでこうトルクはありますけれども、滑らかにこう開閉してます。六角形の絞りですね。油ののりとかこう錆汚れなんかもないですね。ピントのヘリコイドもいっぱいまで一定のトルクで動くムラなく動いております。無限ロックもしっかり効いてますね。付属品がリアキャップ、こちらのライカのロゴ入りフロントキャップですね。ちょっときつめですけども、はい、こんな感じですっぽり
入る感じになってますね。はい、ということで、はい、まあ、このまま撮影にご視聴いただいても全く問題ない状態のライツクセノン 50mmF1.5 ですけれども、念のため末永くですねお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますのでぜひご利用ください。整備後のお届けをですね実施させていただきます。はい、ということで、はい、ライツクセノンの 50mmF1.5 1936年製初期型タイプですね、テーラーホブソン名入りの大変レアなモデルとなっております。はい、ズマリットに似たシルキーなですねこの背景のぐるぐるボケ虹ゴーストなんかも出る非常に楽しめるレンズとなっておりますのでぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。